皆さん、こんにちは。RC デザイン社長の澤田です。今回はちょっと武蔵小杉の現場からお届けしたいんですけれども、今、建物の完成っていうものがあと2ヶ月までないんですけど、あと1ヶ月半ぐらいで完成っていう、そういうふうなところまで来てますね。だからその大詰めみたいな感じになるんですけど、この後、内側、ここ、GL っていう、GL 工法っていうのをしてるんですけど、ここボンドつけて、プラスターボード当てて、こっち側プラスターボード貼ったらおしまいだよっていう。であと器具の取り付けってやつですね。電気器具を取り付けて、あと設備器具、キッチンとか、そういうふうなものを設置すれば終わってますっていう。だから本当大詰めのところに来てます。あと1ヶ月ぐらいなんで、大体終わってないと、うまくいかないんですけど、こういうふうな感じですね。ウレタンの吹き付けまで終わってますよっていう。ユニットバスっていうのは一番最初に搬入するんで、このユニットバスは先に決まってないダメなんですよ。後からも入れれるんですが、工事が大変になっちゃうんで、ユニットバスを先に入れるっていうのが通常ですね。階段も、コンクリートをそのまま見せる計画になってます。外部もコンクリートの打ちっぱなしで、内部のこういうふうな壁も、そのままコンクリートの打ちっぱなしが見えていくプランになってますね。基本 RC 建築は下から作っていくんで、下の方が工事が早いんですよね。で、上に行くに従って、少し、進捗状況が遅いっていう、そういうふうな状況になってます。でも今の状況で言うと1階も2階も大体同じですよね。このまま、壁張って、器具取り付けると、それで終了ですよって、そういうふうな状態になってますね。で、打ち合わせはもう大体終わってるよってことになるんですけど、今この状況で打ち合わせしてると、すごい遅いなって話になるんで、もう打ち合わせは終わってるんですよね。あとその現場の確認っていうのを行っていくんですが、今日はちょうど打ち合わせの日で、現場の進捗状況を確認いただいて、何か問題がないかっていうのを確認していってますね。アパートなんで、基本は、一部屋決まってれば、それを転写するって形になりますね。基本コンセプトって同じだと思うんで、どういうふうなコンセプトにして、それをその各、なんていうか部屋、他の部屋に、転写すれば、マンションっていうのは基本的には終わってるんです。もちろんその部屋ごとに内装を変えられたいとか、全然違うテーマでやるっていうのでも大丈夫なんですよ。でここは和風にして、ここは洋風にして、ここはスッキリして、とか、そのターゲティングをそのマンションで全部統一する必要っていうのはないですから、部屋ごとに違うコンセプトでも大丈夫なんですよね。とはいえマンション全体で、同一コンセプトの方が、マンションとしてどういうふうなマンションにするかっていうのに、直結したデザインを、採用する方が、ベターかなと思いますんで、基本は、全部の部屋同じだよって、そういうふうな状況になりますね。こういう感じですね。これで3階部分なんで。で、3階部分もそこまで遅れてるわけじゃないですね。で、仕上げをその1階からどんどん今してって、3階まで仕上げが終われば完成ですっていう。そういうふうな状態になってます。今回は武蔵小杉の現場からお届けしました。また動画の視聴よろしくお願いします。